福島県の県庁所在地である福島市ということで、人口でだいたい28万5千人ぐらいですね。28万5千人ぐらいということで、まあ、大体東北地方にあるところの県庁所在地というのは大体まあそのくらいの数ですね。30万仙台抜かして、30万人前後です。かつては30万人ぐらいも人口いったんだけど、まあ、少しやっぱ少子高齢化で人口減っててね、今28万5千人ほどということです。これからちょっと駅の方面向かって市街地を走っています。福島市の市街地ということで行きます。今日は何日かっていうと、和暦でいうと令和2年、西暦2020年、12月の14日ですね。14日になってます。14日の今日の曜日だ、月曜日ですね。時間でいうと11時18分、午前11時18分です。でこれから駅の方面に進んできます。ちょっと今工事してるのかな、そこのところね。駅までどのくらいかという 1.3 キロほどです。その中で、これから市街地ですね、まあ、福島では一番大きいのかな。郡山は今どのくらいだったかな、ちょっとあれだけど、郡山も結構大きいよね。雪がもう山形の方だと、もう雪がね昨日あたり降ってきたんだけど、積もってるんだけど、こっちはまだです。でもね、今週一応雪が積もって、予定だと言われてます。もう新潟だってもう雪が積もってるんですけど、ね、これからもう寒気が、今回だけ冬が訪れますからね。で見て、安西およそ300メートル先左方向です。これが一応13号線になってて、右に行くと山形米沢方面で、左が郡山方面ですね。温泉に宿泊してたんだ。飯坂温泉から今日来たんだけど右に進んでいくと飯坂温泉です。左方向です。東北ね、駅の周辺ですから、駅がもう、まあでも周辺じゃまだ550メートルありますけどね。まあやっぱレンタカーやがない、エクサリースタンレンタカーあるし、オリックスレンタカーもあってね。あとは東日本学院のあれ塾か、ああで、そっちが行くと逆口か、逆の方ですね、行きます。東口の反対、西口かで、新幹線がね、駅停車するところですから、東北新幹線がね。
リッチホテル。リッチホテル。およそ400メートル先、右方向です。で、これが一応駅前の通りです。まあこの周辺にね、駐車場があったりします。左右にありますよ、駐車場。で、右が駅か。右が駅なんだけど、で、そこのところ次の信号を左に曲がってね、行きます。駅ビル自体は新しいですね、うん、結構ね。でもなんかものすごい大きい方はそうでもないですね。これがもう福島の駅のですね、東口。この辺りにも結構飲み屋があるんだけど、ちょうどここのところに左に行って、市街地方面ですね。ここからが一応本格的な市街地です。この両隣見ていただくとお店ありますよね。この奥行ったところ、こう左右入っていくとね、お店は結構ありますけど、ここは一応本当駅前の大通り、一応目抜き通りになってます。飲み屋多いですね。その店、飲食店、あとは中尾がこうありますけど、あとメガネ屋さん、郵便局、電力、大和証券ね。やっぱまあそれなりにやっぱり大きいですね。県庁所在地だけあって、結構大きいと思います。まあここが駅前通りね、駅前通りです。4.75駅前通り、駅前通り商店街ですね。でこれちょっと入っていくとね、またまあ車じゃなかなか入れないんで入れないようにしてますけど、お店もあったりしますね。ホテルクラウンヒルズ、まあこの辺りホテルもあります。でも見てください、この結構店ありますね。ここにまあこんな感じで今走ってますけど、結構お店あると思いませんか。これ銀行、あと旅行会社もあるね。証券会社、全国規模の支店が展開いたします。秋田銀行の SFBC 日興証券、あと薬局、いいね、いいね、金継ぎがあるね。あと東京海上日動書店、これ駐車場ね、うん、お店あるよね。結構こう考えると結構やっぱり栄えてるなって感じします。アイン薬局24時間営業してんだ、すごいね。でじゃあ行きましょう。町の洋食屋さん菊原キッチン、そこの今この右手左手がそこなんかちょっと良さじゃないですか。蕎麦屋さん、ね、うん、なかなかこの辺りのところ結構右側であると風情がありますね。まあやっぱり町の規模としてはやっぱり今30万人いますから、
県庁所在地ですからね。やはりこの辺りは結構やっぱり店とか張ってましてるなって感じがします。福島といえば会津若松藩ね、江戸時代、そして福島藩ってありました、フライ藩で、その中で審判フライ藩かで、まあ2番目に大きかったですね。会津若松に続いて2番目に大きかったのは福島藩です、小倉というね。ただまあ今この高知県でいうと、まあ、福島市の方がもちろん人口が多いわけで、これまた小倉か十三号か、じゃあ4号かこれ。仲間行き、仲間って書いて中元町ってことですね。あと福島競馬があるんですよ、福島競馬が。で、福島競馬場があって、福島競馬がまああるところですけど、地方競馬でね、だから夏になるとこになってるんでね。で、福島競馬でやっぱ競馬あるってことで潤いますからね、うん、結構やっぱマンション多いよね、コメント高層ビルっていうかマンションが多いです。一練習のお寺、本法寺。で、これまたまっすぐ行くと福島の駅の方面ですね。これさっき通ったかな、もしかしたら。東に進みます。駐車場の料金としては1日最大、この辺りは、まあ、駅からちょっと離れてますからね、1日最大で12時間で600円って安いよね。600円、12時間最大600円だって安いですね。まあこの辺りもちょっとお店あります。これ左入っていったりするとね、お店あったりしますけど、13号線ですね。
またさっきの。まあこんな感じですね。福島ということで、福島市285,000人、福島県の県庁所在地である福島市の、市街地の様子です。